ニコン Z9 VS-ZF 高感度対決。はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。 Z9 と ZF を動画で使用されている YouTuber さんが ZF の高感度の画質がそれほどでもないと言っていたのでびっくりしました。 Z9 が積層型の高画素4571万画素のセンサーなのに対して ZF は裏面照射型の低画素2450万画素のセンサーなので ZF の方が断然高感度の画質が良いと思っていました。そこで今回は Z9 と ZF の低照度下でのノイズの出方を比較してみます。それではLet's get started! ながチャンネル。まずは Z9 の画質をチェックしてみましょう。左側は基準となる ISO64 です。右側 ISO800。綺麗に改造しています。ISO1600 何も問題ありません。 ISO3200 ディテールが少しのっぺりしてきました。暗部に少しノイズが乗ってきています。ISO6400 流浄感が出てきました。 ノイズがはっきりと出ています。ISO12800 かなりざらついてきました。 使えないレベルです。 ISO25600 全体的にざらつきが目立っています。個人によってノイズの許容範囲が違うと思いますが、自分は ISO3200 までなら OK で、必要なら6400まで上げて使えます。次に ZF の画質をチェックしてみましょう。左側は基準となる ISO100 です。右側 ISO800きれいに改造しています。ISO1600 何も問題ありません。ISO3200 かなりきれいに撮れています。ISO6400 ディテールがのっぺりしてきました。暗部にノイズが乗ってきました。 ISO12800 流浄感が出てきました。 ノイズがはっきりと出ています。ISO25600 全体的にざらついています。ここまで来ると使えないです。 ISO51200 使えないレベルです。
個人的には ISO6400 までなら OK で、必要なら12800まで上げて使えます。長チャンネル。 Z9 と ZF を直接比較してみます。左側が Z9、 右側が ZF です。 ISO3200、 あまり違いはないようです。ISO6400、 ノイズの出方には差はないようですが、被写体の流浄感は Z9 の方がざらついています。ISO12800、 Z9 のざらつきは目立っています。ノイズも Z9 の方が少しだけ多い感じです。静止画においては ZF の方が一段分高感度に強いと思います。さらに ZF にはピクセルシフト撮影という高解像度の画像を合成する機能があります。これを使うとノイズを低減することもできます。左が ISO12800 で通常撮影したもの、右が同じ ISO12800 で32枚のピクセルシフト撮影画像を合成したもの。ピクセルシフト合成の方は明らかにノイズが少なくなっています。左が ISO25600 で通常撮影したもの、右が同じ ISO25600 で32枚のピクセルシフト撮影画像を合成したもの。ピクセルシフト合成の方は流浄感もノイズもなく綺麗です。左が ISO51200 で通常撮影したもの、右が同じ ISO51200 で32枚のピクセルシフト撮影画像を合成したもの。ピクセルシフト合成の方にもノイズが出てきました。 ISO51200 のピクセルシフト合成は ISO12800 の通常撮影とほぼ同じ感じです。 ZF なら状況によってピクセルシフト撮影を使えば、さらに2段感度を上げて撮影することも可能です。静止画においては ZF の方が高感度に優れていると言えそうです。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。